ベントリシステムズの YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。本動画ローは Stat Pro Connected Edition 構材オートドラフターについてご紹介いたします。よろしくお願いいたします。構材オートドラフターという追加モジュールは Stat Pro で作成したモデルから2リズム m を作成する機能です。V8i で単体製品のソフトでしたが Connected Edition のバージョン21.03から追加モジュールとなり V8i で必要な初期設定などを省くことはできますので、より早く図面を作成することは可能となっております。こちらのように StatPro のモデルから平面図、立面図などの図面を作成することはでき、材料集計表を出力することも可能です。そしてこちらのように作成した図面を DXF 形式で保存したり、 マイクロステーションで開いたりすることもできます。